皮肉なもんですね。ウイルスで世界を滅ぼそうとした男の息子が世界を救う唯一の希望とは。しかも俺が助けに行く。彼の父親を倒したあなたが。ほらやっぱり皮肉でしょ。まあこれも運命かもな。ウェスカーを倒したのは3年前。俺の戦いはあの時終わってる。ジェイクを助けたら俺は銃を置く。何ですって。待ってください。いい後継者もできた。あとはお前に任せたい。俺には荷が重すぎます。大丈夫だよ、お前なら、うん、よし行くぞ。誰の金でこんなものを作ってるんだ。何にせよネオアンブレラの巣だ。慎重に進め。了解。隊長、行くか。これでいいはずだ。感づかれた。急ぎましょう。隊長、彼らはどこでしょう。研究施設そうだ。この下から行けそうだな。助けるぞ。ピアーズ、この先を調べてくれ。プロペラが邪魔で進めない。そっちから止めてくれ。了解。止めました。よし、入るぞ。やりやがったな。調査中だ。指示を待て。了解。ピアーズ、またプロペラだ。お待ちください。隊長、止めました。エレベーターの電源を入れた。了解。この先で会いましょう。今からエレベーターでそっちへ向かう。了解。接続完了までお待ちください。ようこそ侵入者さん。エイダか。私はエイダよ。エイダだったと言うべきかしら。今これを聞いているそこのあなた、ここまで来たっていうことは BSAA かしら。まあ誰でもいいけど、だって私の計画を止めることは誰にもできない。たった一発のミサイルとともに世界は変異する。私の最後にして最大の創造物、新しいエデンへと変わるのよ。彼は燃え落ちた街の中で栄えてゆく。そして生き残った者たちの上に君臨する。そう、新しい時代の王者となるのよ。その創造物ってのはヤバいものらしいな。ピアーズ HQ に連絡を。上に出ないと無理です。孤立無援だ。ああ、いい。二人の救出を急ぐぞ。了解。攻め込め。そんな場合か。気圧調整フェイズへ。気圧が正常になるまでお待ちください。敵にレバーを触らせるな。サナギが増えるぞ。踏ん張るしかない。完了。通路の接続完了。ドアロック解除。行きましょう。クリス、無事でよかった。あなたたちが助けてくれたの。さすがは正義の味方だな。親父に似てるな。どうしてここが。ちょっと待った。知ってるのか。ああ、知ってた。俺が殺したんだ。お前が。ああ、そうだ。隊長、飼い犬には首輪つけとけよ。俺と彼の問題だ。撃ちたかったら撃っていい。当然の権利だ。ただし君は絶対に生き延びろ。生きて世界を救え。どの面下げて俺に命令してんだ。やめて。今すぐ銃を下ろせ。一つ聞く。殺したのは上の命令か、あんたの意志か。両方だ。3秒以内に下ろさないと頭をぶち抜くぞ。銃を下ろして。早く下ろせ。やめて。今はこんなことしてる場合じゃねえからな。あんたも俺も。逃げないと。ジェイク。分かってる。世界が終わり。放っておけばな。つまりこの大きなサナギが目を覚ましたら。見ての通りヤバそうだな。ここを出て HQ に知らせないと。あそこまで無茶することないでしょう。レスターは悪党だった。隊長は世界の平和を守ったんです。だがあいつは息子だ。知る権利がある。まったく隊長の下にいるとハラハラさせられっぱなしなんだから。俺のパートナーになった人間はみんなそういう。とにかく今は逃げ切ることを考えよう。ジェイク、聞いて。説教は後でしろ。ここを出るのが先だ。私はただに、とにかく無事に出られたらクリスと話し合って武器を持たれて。俺の口出す。今あいつのことも親父のことも考えたけど、そうだけどここを出てからゆっく俺たちに任せろ。行こう。待って、お前にはやるべき仕事があるだろ。隊長、上がりましょう。大丈夫か？なんとか。